おはようございます。こんにちは、こんばんは。おやすみなさい、タッキングです。えー、2024年前期、保育の侵略という、中ですね、えー、マーシャのアイデンティティステータスですね、青年期のお話なんですけど、結構面白いお話だと思いますので、今日も一緒に勉強していきましょう 2024年前期保育の心理学問い受。次の文は青年期に関する記述である A から D に当てはまる語句を語群から選択した場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。 生年は自己探求の過程で自分という存在を問い続けることでアイデンティティを確立していく。しかしその過程では自分の存在意義や社会的役割を見失うことも多々ある。これは多くの生年が A に経験する自己喪失の状態であり B と呼ばれる。C はアイデンティティを獲得する過程において危機と積極的関与に着目しアイデンティティステータスを四つに分類した。このうち D は危機を経験 経験することなく何かに積極的に関与している状態とされる語群ですねアイデンティティ拡散早期完了オリングワースマーシャ一時的永続的アイデンティティ達成モラトリアン答えですが1番の o a a、e、が正解になります、えー、今回のポイントですがマーシャのアイデンティティステータスですねについてどれだけ理解しているかというとこです 青年期の問題はエリクソンとマーシャが品質するかなと思います。前回の問題でもマーシャのアイデンティティステータス出てたので、要注意問題ですね。では、やっていきましょうまずですね、マーシャのアイデンティティステータスを伝える前段階として、アイデンティティで有名なエリクソンのライフサイクル論を見ていきたいと思います。 ライフサイクル論は人生の移り変わりですね。赤ちゃんから子供になって子供から思春期を迎えてみたいな、そういったあの人生の移り変わりを8段階に分けて論じた理論になります。 各段階ですね、の中でこう社会的危機、発達課題をそれぞれ克服して力を得ながら成長していきますよっていうような話で、次の段階へと発達していくという飛び級とかするんじゃなくて、この力を獲得したら次の段階へっていうような全成説の立場をとっています。 要はなんかそれぞれの段階でそれぞれの課題があって、そしてその課題を克服しながら人って成長していくんですよ、みたいな。そんな感じで捉えてもらえたらいいんじゃないかなと思います。その8つの段階なんですけど、8つの発達段階と発達課題なんですが、まず乳児期ですね。赤ちゃんの時代があって、ここでは基本的信頼感と不信っていう発達課題から希望を得ることができます。で、幼児期前期ですね。 幼児期、後期。で、学齢期、思春期。青年期ですね。ここで、同一性と同一性の拡散っていう発達課題があって、中性を得ていくっていうところで、まあ、今回はこの辺の青年期の話になります。で、初期成人期があって、成人期があって、成熟期があるみたいな。この8つのライフサイクルがあって、それぞれ課題を乗り越えていって成長していくんだよ、みたいな感じですね。 で、この青年期の12歳から20歳頃の特徴を見ていきたいんですけど、 青年期のこの期間っていうのは職業生活に必要な知識や技術を獲得するだけじゃなくて自分を見つめる力ですね内省する力がついてきて積極的にアルバイトとかの社会的役割実験っていうんですかねまあ社会でどう役割をこなしていくかみたいな実験を行ったりとかアイデンティティ自分とはみたいなを確立していく時期と言われています 自分とはこういうもんだとか、真の自分はこれだっていう、こう一定の自信っていうのが自我同一性ですね。アイデンティティを獲得していくような流れですね。 でアイデンティティィ自分とは何かっていうのが獲得できずに自分の存在期自分って何のために生きてんやろとかいう風な形で見失うことがよくあったかもしれません皆さんも。で多くの青年が一時的に経験する自己喪失の状態っていうのが同一性の拡散ですね。アイデンティティの拡散している状態と言われていますね。その他の特徴として反抗期があったりとか っていうのもこの他者に飲み込まれる恐怖からまだちょっと脆弱なアイデンティティを必死に守ろうとするがゆえの現れかなっていうふうにも反抗期は捉えられています。要は自分とは一体何なんだろうみたいな考える時期かなっていうふうに思ってもらえたらと思います。 その他の特徴として、社会的な責任や義務っていうのを果たすことに、こう、一定期間、こう、猶予してもらってる状態みたいな。よくあの、大学の4年間は与えられた宝の時間みたいなの言ったりしますよね。もうそういう猶予された状態っていうのをモラトリアムみたいな。自分探しをして回すみたいなイメージかなっていうところです。で、活力として、忠誠っていうのを獲得していきます。誰かに忠誠になるっていうよりは、自分に忠誠になる。 っていうイメージで、まあ、自信をどんどん持っていけるようになるっていうことらしいですね。で、熟達化っていうのが始まって、 え青年期後期ですね、16歳ぐらいから仕事を学ぶこと、アルバイトとかが始まったりすると思うんですけど、現代でもこの頃から専門分野を学ぶ機会ですね、が増えてくると思います。で、ある領域に特化した知識やスキルを精力的に習得して、新しいものの見方や考え方、技能を習得していくことを熟達化っていうらしいです。ちょっとアルバイトさんでスーパースキルを持ったりとか、ギターでちょっとプロを目指していくとか、こういうなんか 新しししいいスキルを精力的に習得していく時期があったかもしれません、ねまあちょっと今一生懸命アイデンティティについてお話しさせてもらったんですけどちょっとあの分かりやすくですね図にしてみたものがあるのでそれを一緒に見ていきましょう。 もうちょっとアイデンティティについて分かりやすく詳しく調べていこうっていうことで、マーシャさんがアイデンティティステータスっていうのを発表したんですけど、アイデンティティについての研究を行って、まずはまあ3つの段階があって、4つの地位があるよっていうふうにタイプを分類に分けていったんですね。で、まずその3つの段階なんですけど、 まずは青年期前期ですね。まあ中学生ぐらいかなっていうところですね。脱高生か。俺は俺だみたいな。で、その後青年期中期ですね。高校生ぐらいかな。探求と最高生か。自分とは一体何なんだろうっていうところですね。で、青年期の後期。大学生くらいのイメージかなと思うんですけど、自分とはこういう人だみたいな形でこうアイデンティティを確立していく段階みたいな。こういう3つに分けました。で、この4つのタイプなんですけど、 まず横軸にですね危機があったかなかったかっていうのは自分が何者かとか価値観はこのままでいいのかなど自分を見つめ直すタイミングがあったかどうかっていうところを横軸に置いて縦にその危機への関与自分が何者かっていう問いに対してどんな行動を示したかっていうところを関与があったかなかったかみたいな形で考えるような指針になります。 がなくてて関与はでもしてたよっていう方は早期完了っていう分類になるんですけど自分の目標と親の目標の間に不協和がないといってまあ要は親や年長者などの価値観を吟味することなく無批判で自分のものとして受け入れている状態ですまあ反抗することもなくみたいな言われたことを言われた通りにやりましたみたいな形が早期完了の状態かなと。でアイデンティティー 関与がなくて危機もないっていうところで何もしていない何も考えてない状態自分がどう生きていいかわからないところにとどまってるけど特に何か自分が何者かっていう行動をしてるわけでもないみたいなそんな状態です。で次はは関与自分とは何なんだろう っってていう危機があってでそれに対して一生懸命動いてきましたみたいなアイデンティティ達成っていう分類なんですけど自分とは何かということを自分の頭で考えた上で自分にとって意味のある危機を経験して自分の信念に基づいて行動している状態がアイデンティティィ達成だそうです最後ですね「モラトリアム」って言われる分類なんですけど自分とは何かって っていう、何かに関与したいっていう気持ちはあるんですけども、それがなんだかわからない状態で、悩みに悩んで、揺れに揺れている状態です。危機の最中で自分の信念に基づいた行動をしようとしている状態やけど、まだ実際何も動いてないみたいな、そんな状態がモラトリアムかなっていうふうに捉えてもらえたら、わかりやすいかなと思います。はい、以上で問題を振り返っていけるかなと思いますので、見ていきましょう。 次の文は青年期に関する記述であるということでしたね。青年は自己探求の過程で自分とは何者かっていうのを探している過程で自分という存在を問い続けることでアイデンティティを確立していきますよと。しかしその過程では自分の存在期、自分とは何やとか社会的な役割、社会のためになってんのかとかいうところを見失う ことも多々ありますよと。で、これは多くの青年が一時的にですね、一時的に経験する自己創出の状態です。で、アイデンティティ拡散と呼ばれている状態で、マーシャはアイデンティティを獲得する過程において、危機と積極的関与に着目して、縦軸と横軸のアイデンティティステータスっていうのを作って、4つに分類しましたよと。このうち、 早期完了っていうのは危機器を経験することなく何かに積極的に関与している状態ですよねっていうところで問題文の正解はお、あ、え、いの1番が正解になるよっていうことでした今日も皆さんお疲れ様でしたまた他の動画でぜひ会いましょうでは試験頑張ってくださいねバイバイ